前、かぐら姫は、広島発地域ドラマとして、NHKBS プレミアムにて2016年11月30日の22時22時59分に放送された、日本のテレビドラマ、主演は、葵わ香青葵がヒロインを務める NHK 連続テレビ、小説、和露天下の放送に先立ち、NHK 総合にて、 中国地方のみ2017年9月29日の19時30分に10時29分に全国放送で10月1日の16時55分から17時54分に再放送された。全国各地で古来より様々な形で伝承されてきた伝統芸能のカグラをテーマとした青春ドラマでオール広島ロケにて撮影された。広島ではカグラは カープに負けないくらい愛されており、特に、広島北部に伝わる神楽は豪華絢爛で、エンターテインメント性豊かなことを特徴としていて、主演の青井若菜をはじめ出演者は、稽古を経て、前のシーンをすべて吹き替えなしで自ら演じている。歌舞伎役者の中村梅丸は、本作が映像作品への初出演となる。母の離婚を機に、東京から母の故郷である広島に引っ越した。 高校2年生のさきこは、転校先の高校で玉城と友達になったこときっかけに、江戸時代から地域に伝わる伝統芸能、かぐらの世界に出会う。かぐら部の憧れの先輩、みちろうや同級生、つかさと共に、夏のかぐら甲子園を目指して、切磋琢磨する中で、自分の気持ちを口にしない性格だったさきこは、本当の自分に気づき、自らの殻を打ち破っていく。 ありがとうございます。